はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネル中2とグッドゲームガールズチャンネルの味噌汁です。ということで本日もオセロニア実況やっていきたいと思います。イエーイ。オセロニアの皆様、はい、明けましておめでとうございます。今年もですね、なんかいろいろイベントがあるということで、またちょっと呼んでいただけそうなのでね、ぜひぜひ皆さんとお会いできれば嬉しいなと思います。ということで、はい、なのでですね、新春ガチャ来てますよ。お、新春チョコマカレード、これ毎年激アツじゃないですか。去年アンドロメダが出た噂のパレードでございます。ね、今回3キャラかな、新しく出ておりまして、ファネル。ファネルはエスペランサを召喚。エスペランサは、特殊もカットする子ですね。コンボが、ささやきみたいなコンボだから、強いね。召喚して増えちゃうわけでしょ。やばい。3ターンの間、ターン開始に1個ずつ増えていくんだ。やばいし。とんでも恐ろしい。4ターン、30% 減少。迷惑。しかもこれデバフ系なんで盾じゃないからめっちゃ強い。貫通できない。貫通できない。全員殺し。そう、上に 115% の特殊ダメージ。強いです。両方強いじゃん。いいよ。はい、でベルゼブブですね。はい、これ私の大好きな骨格機動隊の少佐の声の田中敦子さん、マジ大好き。田中敦子さんマジ大好き、はい、大事なことなので2回行きました。あれですね、ささやきみたいなスキルの、まあ、完全にちょっともう暴力的な駒っていう。最近まで殴る。ルシファー様こそこの世界を滑るにふさわしいお方。めっちゃかっこいい。滑るにふさわしい。結構似てる。本当？うん。シンメイですね。シンメイちゃんはなんか可愛いね。日笠さん。ね、本当の日笠さんですね。ね、え、何これ？新年からすげえ豪華声優陣。やっぱそのほら、だって去年はザーさんですよ。あのお方の言葉を伝えるため。うん、私は一生を捧げる覚悟をしたのだ。よい。このまこのまた乗られてる時仮に 2.5 倍となるっていう呪いカウンター最強駒じゃんこれ。え、これ攻撃力アップで、うん、通常ダメージはカウンター受けないコンボだよ。しかも縛りない。え、やばー。やばない。スキルも強いし、コンボも強い。これスキルはでも何点何倍ってないんで。そうだね。ただコンボがクソ強いっていう。でもスキルもカウンターを序盤に下の方に置いてとかだとめっちゃ強くない？強い。え、強ない？今日は何を買ったんですか？今日はミラクレルを買いました。チャリンチャリン、はい、ついにミラクレル持ちになりました。あー、私からはミラクレルが出ると思っててください。じゃあ行きましょう。いや、これ引きたいね。結構引きたいよ。結構引きたい。モチベーション高くない？これ強くない？行きましょう。11連目、新年明けましておめでとう。11連ガチャ、これが最後。行きましょう。オン。おお、大吉。大吉。チェリーちゃん、今年の運勢占います。一個一個。止まらず。誰？止まらずの近い。けど誰？ネミスゲームスですね。おお。あ、来たー。ガラム。本物。ガラムいっぱい嬉しいですよ。これが本物のこの間の。はい、じゃあ続きまして20連目いきたいと思います。いや、まず田中敦子さん最強ですね。え、見た？何？なんか変な虹でもなく、なんか肉まんみたいなのが起こってきたけど。肉まん？え、金角かな。マジ白？なんだろう、なんか肉まんみたいな。肉まん？白いなんか物体？白い物体。あとでちょっと。お、エスゴもある。とりあえず出ましたね。でも虹じゃなかったんだよね。え、おぉ、私リエル出た。超ゴマ限定 S 確定みたいな。かな肉まん。肉まんみたいに出たんだよ、ほんとに。いやー、肉まんは信じられないよ。ほら、え、肉まん、肉まんだー。え、これ超ゴマ確定じゃない？違うかな？確定っぽくない？アズだったもんね。ねえ、カリカバヤツ肉まん。ねえ、ねえ、かっこいい。肉まんみたいだったでしょ。なんで死んでるの？肉まんなんか。なんだろう、なんだろう。犬なのか。お、あ、2、3、4、4! これ来たっしょ。頼む。あー！せつなー！待ってなかったの？待たざるをな。あー！ミラクレル！さっきゅー！さっきゅー！やらかしたー！引いてからもらえばよかった。でも、どうせですから、どうせ全部他持ってましたからね。うん、いや、めっちゃ嬉しいんじゃが。じゃが。違うのじゃ。そうなんじゃが。そうなんじゃ。そうなんじゃ。やっぱ新キャラをどうや。お！
チューニーちゃんこれ。なんかやっぱ虹の代わりの新春の何かなのかしら、これね。なんかわかんないけど、めっちゃ出てる。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないし、後ろでもちょっと見てないっていうのがバレてるかもしれない。新エース。やばい。1個。うわ、最初に1個。止めて、止めて、止めて。って言っていいの、クタニア。え、やっぱ超駒限定？超駒限定っぽい気がする。で、さっきから引きすぎだよ、ジュニちゃん。はい、ラスト。これで。はい、切らなかった。見込まなかった。なんで尻すぼみなの最近ちょっと尻すぼみがちなんで。楽しみ深い。上がってこ。あ、またダメかもしれない。あ、ダメかもしれない。新春、新春だよ。これもうちょっと引いちゃうかもしれない。私後でこっそり引いちゃうかもしれない。残念。大工。いやでも。なんだったのさっきの。肉まんにしか見えなかった。ちょっと私の飯ためには。私にも輝く肉まんに見えました。聞いてください。特製福袋がありまして、うん、SA ですね。おお。まあ、でもワンチャンあるから。見てなかった。見てなかったよ。楽しい。ただ悲しい。ただただ悲しい。そんなこともある。いいですね。これはね。してた。でもこうやって聞いてるけど音出てるのそっちだ。突っ込もうかめった。突っ込まれた。こうなんだ。ちょっと超コマはね出なかったけど、でもめちゃくちゃ良かった。おでもだってアズリエルも引いてたし、引いてた。ノクタニア2体ぐらい出たし、ただ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 、そしてミアクリルは止まるはずだったんだけど、さっき買っちゃったから止まんなかったけど、そうね、でも止まるはずだったし、めっちゃ良かった。ミアクリル、とっても強いですよね。そう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 。ケジさんはね結構あの進化のシールドの方かな、二単語、二単語か。あれ？違っちゃった。すごい。シーナ初入れ。二単語だった気がする。一単語シールドかなんかですかね、確か。でコンボめっちゃ強いみたいな感じだったと思うんですけど、いやー、まあいいんですけど、ちょっとやっぱ私は本当にあの田中敦子さんが好きで、まずベルゼブブ不審でちょっともしかしたらするかもしれません。はい。はい、ということで本当に強い子もいっぱいでチョコも来てますのでね、もし皆さんで、ね。石が溜まってる方いらっしゃいましたら引いてみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、本年もですね、お城にはイベントとかね、あと配信とかいろいろやっていくと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録いただいて見てくださると嬉しいなと思います。はい、みのさんのチャンネルはですね概要欄にリンクありますので、そちらもぜひしてください。よろしくお願いします。みのさん今これからですねチョコマ引きますので、そちらもチェック。いやでも刹那出たの嬉しかった。おめでとう。刹那でクオン、いい子、いいクオン召喚するわ。クオンいいクオンっつって、絶対返されない今のクオンとか。でコンボ繋がる場所に、コンボ最高、最高クオンですよ、ね、使いこなして、そう、頑張りたいと思います。はい、というわけでラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、せーの、じゃんけんぽい。パーティーなのでチョキの人とチョキなのでクーの人は明日行くことあるかよ。ということで本年もよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。神神神神神やばい引き